こんにちは。手で芸をするコミーです。今日はおちょぼちゃん交換会の動画です。それはそんな言い方じゃわかんないね。まだ、発送じゃないな、連絡先のやり取りができていない方がいらっしゃるというふうにお聞きしており、このシステムというんでしょうかね、やり方をちょっともう一度きちんとお話ししてみようかなと思っています。なんか分かりにくい方も多分いらっしゃると思うんです。私の説明も結構適当だったので、はい。なのでもしやり方が分からなくて困っている方がいらっしゃったら、この動画を参考にしてみてください。それでもちょっと分からないという方は、ぜひコメント欄に分からないということを伝えていただけると、もう一度説明したりもできると思うので、ぜひご確認お願いします。はい。まずこう皆さんの番号がこうついたのは分かりますかね。あみだくじで誰々さんが何番という番号をまず皆さんに一つずつつけました。そして、これがこっちが、主役の人と考えてください。1番の人は2番の人に送る、おちょぼちゃんを2番の人に送る。なので次の番号の人におちょぼちゃんを送るというシステムなんです。ということは1番の人は、ちょっとこう分かりにくいな、2番の人が3番の人に送る。そうすると2番の人は1番の人から送られるっていうことなんですよね。1番の人は2番の人に送る、2番の人は3番の人に送る、3番の人は4番の人に送る。ということは2番の人は1番の人から送られるというふうになります。そして、送る人の住所を知らないと送れないんですよね。2番の人は3番の人の住所を教えてもらわないと送れないんです。そのために連絡先ということで、連絡手段をコメント欄に書いていただくというふうにしました。ただコメント欄に住所を書いたりすると個人情報をダダ漏れなので、それは危険だからそれはしないで、今 SNS をね、インスタグラムだったりツイッターだったりされてる方がいるので、こちらのツールを使うと1対1のメッセージのやり取りができるんです。そういうメッセージのツールを使って住所のやり取りをするという意味で、コメント欄に、例えば、2番の人が3番の人に連絡を取りたいという時、2番の人が、私はインスタグラムとツイッターをやっています、アカウントはうんちゃらくんちゃらです、というふうに書き込みをしていただくと、3番の人が、じゃあ私ツイッターやってるから2番の人のツイッターにこうフォローして、でフォローし合って住所の交換ができるわというふうになる。で SNS やられてない方ももちろんいらっしゃいます。その方はぜひメールアドレスをコメント欄に書いていただきたいというふうにお願いをしました。そしてそのメールアドレスもね、そのまま書いてしまうと、なんて言うんでしょうか、迷惑メールだったりね、いたずらメールだったりが届いてしまう可能性があるので、アットマークは星マークに変えて記載してくださいというふうにお願いをしました。はい。なので2番の人が、私 SNS やってないから、メールアドレスを書きますというふうに、コメント欄にこのアットマークのところを星に変えたメールアドレスをコメント欄に書いていただくと、1番の人が2番の人に送らないといけないので、2番の人の住所を知りたい場合には1番の人が2番の人のアドレスに、
私一番の〇〇です、住所教えてくださいみたいなメールをする、そういう流れというシステムなんです。わかりますか？例えば私が8番だとします。7番と9番の人が関係してきます。はい、例えばですよ、私が8番、7番がレインさん、9番が小次郎さんだとしたら、おちょぼちゃんの動きはこうなわけです。7番から8番、7番の人のおちょぼちゃんが8番の人、8番の人のおちょぼちゃんが9番の人に移動する。で、私の動きとしてはコメント欄に「インスタグラム」「ツイッター」のアカウント名を書く、アカウント名を、記載、私の動きとしてはまずコメント欄にインスタグラム、ツイッターのアカウント名を記載する。はい、で私はまずこれを書きますね。その後、9番の小次郎さんの住所を知りたいわけです。9番の小次郎さんに私はおちょぼちゃんを送るので。なので、小次郎さんのコメント欄の記載を探します。探します。そしてそこにツイッターアカウントが書いてあったとします。例えばね、小次郎さんのコメント、小次郎さんのコメントにツイッターのアカウントが書いてありました。そしたらこのアカウントを、私ツイッターもやっているので、ツイッターでフォローします。そして小次郎さんからもフォローされて、お互いにフォローし合うと、ダイレクトメッセージ、1対1でのメッセージのやり取りができるようになります。そのメッセージの中で小次郎さんの住所を教えてください、私が小次郎さんにおちょぼちゃんを送ります、コミーです、というようなメッセージを送る。そして住所を知ってからおちょぼちゃんを送るという動き、はい、これは自分が送る側になります。そしてここの動きもありますね。レインさんから私のところにおちょぼちゃんを送られてくる。そのためにはレインさんは私の住所を知りたいということで、レインさんは私のコメント欄の記載を見て、レインさんが SNS をやっていませんでした。 SNS なし、 SNS なし。その場合には私のメールアドレスを知りたいとなりますね。もしくは、レインさんがメールアドレスを書いたとします。記載、その場合私からレインさんにメールをするということも可能です。レインさんに、私のところにおちょぼちゃんを送っていただくレインさんへ
住所をお知らせしますという形でメールを送ることもできます。もしくはレインさんから、私にメールアドレスを教えてください、このコメントにね返信つける形でもいいと思います。 SNS をやっていないのでメールアドレスを教えてくださいというふうにお願いをしてもいいと思います。はい、というそういうやり取りをして、私はレインさんに住所を伝えるというふうな流れです。なので私個人を見てみると、小次郎さんの住所を知ることとレインさんに住所を教えること、この2つが必要になってきます。そうすることでおちょぼちゃんが送られてきて、おちょぼちゃんを送ることができるという流れになります。はい、ただこのね住所のやり取りをするツールがないという場合には困ってしまうので、そうなった時にはコメント欄で、私にちょっと知らせていただけると、私が何かお手伝いできるかもしれないというふうに思っているので、はい、こんな説明で分かりましたでしょうか。はい、そしてこのハッシュタグというのはシャープの記号をつけておちょぼちゃん交換会と打つ、これをつけることによって私が後からその画像を探しに行けるので、これをつけてほしいということなんですけど、送られてきた方が受け取りましたよの確認の意味で写真を撮って SNS に上げるということをしていただきたいというふうにお願いをしています。ただ SNS をしていない方もいるので、そういう場合には送った側の人が写真を撮って、誰々さんに送りますというような形で、投稿していただけるとありがたいです。はい、そんな流れになっております。なので送る側の人も、一応写真を撮っておいていただきたいなということです。投稿するしないは別として、念のため写真を撮っておいていただけると嬉しいなと思います。はい、そして、もうほとんどの方が交換できている感じはするんです。まだ私チェックしてなくて、このね番号を見ながら投稿している方の写真をこう保存していこうと思っているんです。でまだどなたのも保存はしてないんです。そして、SNS で投稿もされているのは私見ています。だけどちょっと私確認作業をしたいので、自分のところに写真を保存したらいいねを押そうと思っているので、まだいいねを押したりコメントしたりできていません。でも、見させてはいただいています。これからまだね、交換ができてない方もいらっしゃるようなので、皆さんが交換できてから画像を、動画にして報告したいなと思っています。はい、なので SNS 上げているんだけど私のいいねがつかない、コメントがつかない、見てんのかって心配されている方いると思うんですけど、見させていただいていますが、私がちょっとどんくさいので後で、写真を保存した段階でいいねを押して、いいねを押してある方は私が保存してあるというそのチェック機能としてちょっと使いたいので、まだいいねを押していません、どなたのも。はい、そんな感じで、私の中ではやっていこうかと思っています。はい、でわからない方の説明どうだったでしょうかね。もしこの説明でもちょっとわかりにくいなという方はこの動画のコメント欄にわからないというふうに書いてください。で今後そのお相手の方とのやり取りをする場合にはこの動画が一番新しくなるので、この動画のコメント欄で記載していただけると見つけやすいのかなと思います。はい、でもしどうしても困った場合には私にメッセージいただいたりしても大丈夫です。コメント欄からでもいいので、はい、そんな感じでお願いいたします。すいません、私も本当に初めてのことで、ちょっと詰めが甘かったなというふうに今思ってますいろいろとね、
ご迷惑かけていることもあるかと思いますが、まあ次回もやろうと思っています。次回はもう少し、説明のところで分かりやすく、皆さんが分かりやすいような交換会になるように今回課題が出たと思っているので、はい、ねやきもきされている方もいらっしゃるとは思いますが、はい、その辺も私にお伝えしていただくと次回スムーズにいけるような交換会を、はい、できるのではないかと思うので、何かあれば私の方にお伝えください。お願いします。はい、ということで、説明になります。はい、わからないところはわからないというふうにぜひ言っていただけた方が私も説明の仕方を考えたりできるのでお願いいたします。ということでした。はい、ではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあねー。